ニューメキシコ州のプエブロの地図イスレタ・プエブロは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州ベルナリオ郡にある、プエブロ。もともとは14世紀頃に創設された。このプエブロの人々は、南部ティワ語を話すインディアンのティワ族の出身である。イスレタ・プエブロは、アルバカーーキの南13マイルのリオグランデ川流域に位置している。イスレタという名前はスペイン語で、小さな島を意味する。 スペイン伝道書のサンアグスティンでライスレタは1612年にフランシスコ海によってこのプエブロに建てられた。1680年のプエブロの反乱の間、プエブロの人々の多くはアリゾナのホピの居住地へ逃れ、他の者は南のエルパソデルノルテに避難するスペイン人の後を追った。この反乱の後、イスレタの人々は多くがホピの配偶者を連れてプエブロに戻った。 1800年代の後半、イスレタのコミュニティに加わっていた、ラグナプエブロとアコマプエブロとの不和によって、オライビの衛生入植地の創設がもたらされた。今日、主なプエブロと同様に、イスレタは、オライビと地下での小さなコミュニティからなる。今日このプエブロは、イスレタカジノリゾート、イスレタイーグルゴルフ場、イスレタコレクレーション複合施設を経営している。ありがとうございます。